ボートレースオモラ、優勝戦の予想をしていきたいと思います。今節は女子戦ということで、まあある程度内有利の予想にしようかなとは思ってます。その理由として、まあ4日目の10レースイン1号艇に田口選手、2号艇に土屋選手っていう並びがあったんですけど、まあ、その時もしっかり 1-2で決まってたので、まあここも 1-2 ベースでいいのかなっていう感じはしています。で、まあ、3号艇の小野選手もすごく強い選手なんですけど、今勝率はちょっと下げてるみたいで、まあ、今節もそんなに早いスタートはいかずに着をしっかりまとめてるというところで、まあ、優勝戦、まあ、しっかり優勝は狙ってくるとは思うんですけど、スタートはそんなに無理しないんじゃないかなっていうイメージでは今のところはいます。で、まあ4号艇の今井選手も金層すごく調子が良くて、前節も優勝しましたし、ここも怖いかなとは思うんですけど、やっぱりフライング1本持ってるので、出し抜けて0台行く感じには今のところは思ってません。で、まあ5号艇の藤崎選手までは船券にはいるんじゃないかなっていう感じで、藤崎選手のエンジンというかレース足というか、まあ、そういうところではこのメンバーの中では1番じゃないかな、1、2を争うんじゃないかなとは思ってるので、5号艇の藤崎選手はちょっと切り切れなかったんで、で、まあ買い目の方が、このように、123に5000円、132に2000円で、124に2000円で、最後に125000円、まあ123ベースで大丈夫じゃないかなとは思ってます。最近ちょっと荒れたりはしてるんですけど、前節は固めに収まったので、まあ、今回も、明日もそんなにお天気、風とか吹いたりしないんじゃないかなっていう感じではいるんで、まあ、この内寄りのベースで船券は勝負したいなと思っています。よろしくお願いします。